田吉、こだま、向井のあとは寝るだけの時間。サルゴリラ小玉です。全部早いな今日早いぞ早いなんかワンテンポいつもより全部早いぞ俺が なんか何かが早いよな。すみませんパーさん向井ですなんかなんだろう早いしやっぱ違うよ俺じゃないやろ。なんかちょいカレが多いんだよな喉ね。あなんか絶好調じゃない感じ俺の最初の又吉っていうやつ。そういうことはあるやん。微妙なのやめてほしいんですよ。だから思いっきりかれたならこうわーって違う違う違うなんか我慢しなきゃそれは自分ではコントロールできひんやん。確かに第一声って難しいですよね。まあ確かにね、うん、ずっと喋ってなくて、うん、いきなりタイトルコールとかなったら確かにガラガラってこうなっちゃう時は、うんはい、もちろんあるんですけど、うん、でそうならないように気をつけようと思うじゃないですか。そうやな、うん、でずっと喋ってたしな。寸前まで普通に喋っててそうなんですよ普通に喋ってたのにでそれでなんか「こだま」って言って、はいはい、でその後のその「こんばんはピース又吉です」って言う前にさ、はい、寸前になんか笑ってしまったこだまがなんか俺の頭なんかしっかりしろよみたいな叩いてきて俺そりゃ笑っちゃうよ。笑ってないですよ俺は。えいやだちゃんとやんなさいっていう。その今から「こんばんはピース又吉です」って言う前に頭叩かれたら言えないよ普通に。そうかそうか。あそれでなんかテンポがおかしなったよ。そうかそうか。あ、うん、ごめんなさいごめんなさい。なんかやっぱタイトルコールって、うん、なんかもう毎週やってるとはいまあ、音楽もずっともちろん一緒じゃないですか、うん、オープニングの BGM、はいはいうん、この時にこの言葉が来てっていうなんとなくもう形、うん、ワンセットになってるものだから、うんうんうん、もうここ何年も、はいはい、やっぱちょっとでもずれるとやっぱなんか気持ち悪いんですよ。わかるわかる。え早かった俺今日なんか俺の感覚ではなんか早かった感じする。あこんばんはピース又吉ですとかもなんかこのぐらいの時に言うみたいなのがあるのに。いや俺ももう記憶で覚えてんねんけど、うん、だから一応 Q をもらうようになってんねんけど、はい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 、もうその Q がいらんぐらいにはなってんのよ。そうですよね、うん、でそれでいったのが微妙な速さを生み出してしまったのかもしれない。うん確かにね、うん、だから成長ええこ今の話って成長の話成長したのが違和感につながってしまったっていう。ああなるほどなるほど。こびりついてるのはありますよ、うん、僕は又吉、児玉、向井の、こだまで、音もね、こだまでちょっと下げてるっていうこだわりは、うん、こだわりというか、自分の中で、なんか決まりがある。あ、又吉、児玉、向井の、あそうかも、確かに。そういうことやったんや。それはなんか勝手に決まってました。なるほどね。じゃあ改めて聞き直してみてください、皆さん。うん、今日のオープニング僕も聞きますよ。なんか早かったような気がしてるっていうだけなんで、はいはいはい、感覚としてもう一回聞き直せるもんなら今すぐ聞き直したいですけど。確かにね。で多分それ難しいので、うん、俺は成長とそれを取ってるけど、はい、向井はもう 0.00 何秒をもしかしたら感じ取ったのかもしれんしな。うん、だから向井も成長してるかもしれん。あ俺も、うん、だから成長と成長今日の失敗は。なるほどね、うん、成長しているって捉えれば、うん、でも今なんか児玉さんの目の前のマイクが急にブースにスタッフさんが入ってきて、うん、角度直されてたってことは、うん、もしかしたら声入ってないかな声が聞き取りにくかったのかもしれない。声だけもしかして遠かったのか分かんないですけど、うん、ちょっと動きすぎるとこあるからな確かに全然マイクじゃないとこで喋ってましたこれだけやって240回目でこれも成長でいいのこれもある意味まあいかに自由になるかっていう、あ、解放、マイクからの解放、うん、成長と成長と解放によってもたらされた大失敗、大失敗いいんです、いつも通りね、はい、そうですね。まあでも先週はちょっと児玉さんが、はい、そうなんですよ、お休みで、うんうん、すいません、代わりに駅場さんが駅場さん駅場面白かったぞ。面白かったですね駅場さん。何駅場って、やっぱタイトルコールだったかな。そうやな、やっぱ力入ってたから気合い入りすぎて「行きばっ!」って言ってたあんな、うん、明
カバとは言ってなかった、やっぱり。ニャーキバーンって言ってた。見たことない赤羽だな。レキバさん、赤羽さんが、ね、いやいや、ありがとうございます。ね、来ていただいて盛り上がりましたから。はい。だから小玉さん、2週間ぶりという、はい、ことになるんですね。よろしくお願いします。でも、うん、あれですよね。その、もう放送内では言いましたけど、うん、ドラマの、あ、そうです、そうです。撮影でと。はい。いうこと、まあ、まだ詳しく内容言えないかもしれないですけど、セリフとかもある役なんですか？もちろんです、もちろんです。はい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 、そうです。でも言いましたけど、目標達成にはなりませんから。からそれはでもご自分でも言ってましたもんね。そうよ、別にそのセコ戦みたいな、セコい作戦みたいに言わないでください。なんかインサイダー取引というか、うん、なんか最初にもう決まっているのに目標にあえて立ててすぐ達成みたいなことじゃないですよね、うん、そうです、あのそのレギュラーで出るっていうことですから、うん、だからメインどころでドラマに出る、うん、そう、今回のはそのあるその1話のちょい役ですから、うんうん、そんななんかその話しか出てこないです、去年の俺みたいなセコセンすんなよ、そのパリコレかミラノコレクションに行きたいっていう、ちゃんと自分の中でこの計算が立つつながりがあったからスケールさえいけたらこれいけるぞみたいな、この自分の中でこのイメージがあった上で言ってた俺みたいなすごいことすんのよ、それで失敗したんやからな、それでできなかったですもんね、できなかった、うん、そういうことじゃないです、まだだから、はい、まだ、いやでもいいことではありますよね、いいです、もう段階は踏んでいるというか、うんうんはい、そうですよ、ね、でメトロンズの方もはい、うん、公演が終わった終わって、今日からメトロンズでドラマを撮ることになりまして、うん、すごいドラマだからいやいやいや、それは入れないでいい、それは違うから、もうなんか決まってましたね、それやめません、いろいろ決まったことを言うのだからそれじゃない、後からそれは確かに忘れてた、でもそれは、うん、そのなんか違います、なんていうんですかね、それはまた別でいいですね、はい、別でいいです、はい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 、はい、あのちゃんとこう、まあ、そっちもちゃんとしてますけど、うんうん、映画とか、うんはいあのはい、呼ばれるというかね、なるほど、はい、それが目標ということでいいですね、はい、そうです、そういえば僕毎回このラジオでね、はい、映像作品出るたびに、うん、もう引退ですみたいな言ってますよね、うん、演技の仕事のたびに、うん、ただまた僕の魂を震わすようなオファーがあった場合、うん、復活するかもしれませんみたいなっていうのっていうやり取りしてるじゃないですか、はい、1年ぐらいオファーが全く来てないですホントに引退してた正式にひっそりと引退、うん、冗談やったんですけどホントに来なくなっちゃった、うん、なんか来てないですね、そういえば全くじゃあ一応このラジオでは、うん、それもしかして勘違いして、あ、うん、本当に引退されたんだ、あじゃあオファーするのやめとこうっていう人はもしかしたら、ああもしかしたら、ね、いたかもしれない、うん、あ確かに確かに、うん、じゃあ撤回ですか、いや汲み取ってもらいたいですね引退はっきり言えよ、うん、引退としたい、いいですね、引退としたいけれども絶対にオファーしないでください、あの今ドラマ関係者とか映画関係者の皆さん今マテアスさんは引退と言いましたんで、うん、引退と言っても過言ではない、ただし僕の魂を震わすようなオファーがあった場合もう全く来てないんですけど、あった場合それは分かんないですよ、それは誠実に向き合いたいですからね、それは、なるほどなるほど、うん、でもまあ事実上の今のところ引退ということことですよね、まあまあそういうことだよね、うん、この言い来てないんだから方で言うと、うん、でもなんかこの児玉が主演を目指してる、はい、はいはいはい、じゃないですか、はい、もしこの関係性も知ってるわけやから、はい、いや応援する意味でね、うん、激励も兼ねてみたいなオファーがあった場合、それはもう考えます、はい、出たいんでしょものすごく本当にそれですよねやりたいんだ、いえいえ違います、それは、はい、やりたいではない、やりたいではない、あそれはもうだってむちゃくちゃ納得いく作品に出れたから、うんはい、あれ以上ないって毎回やっぱりそうですよね、思うから言ってましたもんね、うん、でとりあえずはそうですね、今はと、まあ、引退かっこ仮みたいな、まあ、魂震わせるものがと出会えればそうですね、復活する可能性もありと、そういうことですね、
いやでもそれはねもちろん、ね、お芝居のこう仕事もね、はい、やりたいってなったら、ま、もちろんやっていいですけど、メトロンズの感想もあ来てるんですか、いただいておりますよ。ちょうだい、こちらタナミーさん、東京都の方。タナミーさん、小玉さん、メトロンズの舞台お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回初めてメトロンズの舞台を見に行きました。笑いあり、考えさせられるところもありで、あっという間の90分。皆さんの演技力に圧倒され、終わった後の余韻がすごかったです。アトネルでのゆるゆるとしたイメージの児玉さんとは違う役者としての児玉さんはとてもかっこよく素敵でした。これからもいろんなところで児玉さんの演技が見られることを期待しています。うわ、嬉しいですね。いいね、お便りですよ、ね、いや本当にね多いんですよ、アンケートで。アトネル聞いて聞きましたっていう。アトネルを聞いて聞きました、聞いてきました。ああ厳しいじゃん厳しいじゃん ね、 聞きましたね。アトネルを聞いて見に来てくれたっていうことね、はい、いやそうそうそう、多くてありがたい、ありがたい、ありがたい、影響力がありますよやっぱこのラジオ。嬉しいね、嬉しい、うん、でも今回はあれですよね、お客さんもそうどっと増えて、初めて完売しまして、うん、追加公演も、3公演ぐらい追加したんですけど、それも完売。素晴らしい。で、まあ、次回から、今まで1週間公演だったんですけど2週間に、あら、はい、倍これ増やしていって、だからもうずっとやれるみたいになっていくわけやもんな。もちろんそれ目指してやっていきます。すごい、1ヶ月公演とか、はい、やりますよ。すごいですね。まだまだこんなもんじゃない、こんなもんじゃない、止まんないですよ。いや、チャンピオン効果ももちろんね、あるでしょうね、今回あったでしょうし、正直それだと思います。まずはね、でもそういうことじゃんまずは、うん、そうですそうです。で、はい、それでいかに、はい、あまた来たいなっていう人が増えていくかっていう作業だから、大事です。きっかけは何でも、何でもいいです、ね、いいわけ。アトネル効果もあると思いますよ。まあね、もちろんこれ聞いてっていう方もいるでしょうし、はい、いや、いいです、いいスタートをね、うん、切ってる感じがしますけど、はい、で、先週、まあ、児玉さんがいなかった回なんですけど、はい、あの初任給、初の給料でお父さんに何買ってあげたらいいでしょうか、はいはいはい、みたいな相談が来たんですよ。来ました。で、その方から、メールいただきまして、うん、はい、東京都の奈々さん、18歳の方。先週の放送で初任給、初給料でお父さんに何をあげようか相談したメールを読んでいただいたものです。はい、物をあげようと意気込んでたんですが、うん、結局好きなラーメンを一緒に食べに行っておごってあげました。うわ、この味は一生忘れないなととても嬉しそうに言っていて、私も嬉しくなりました。父の日や誕生日も近いので、皆さんに先週いただいたアドバイスも参考にさせていただきます。ありがとうございました。最高やん。うわ、すっごい心の温まる。一番いいんじゃない、嬉しい、結局ね、うん、思い出になってこのラーメンの味って忘れないよ、それは、ね、なんか可愛いやん、うん、ラーメン食べに行こうっていうね、嬉しかっただろうな、お父さんも。ラーメンっていうのがいいね、またいいね、あ、なんかね、そう、かしこまってないしさ、うん、なんか、まあ、もちろんフレンチとかでもいいんでしょうけど、うんうん、これぐらいなんか、うん、フランクな感じもやっぱ嬉しいでしょうね。いいな、子供の時から行ってたとこなのかね。ああ、いいじゃん、うんうん、初めてじゃあ娘さんが財布を出したみたいな、そうそうそう、うん、っていうことです、うん、いや、こういう心温まるね、そういう番組ですよ、番組ですから、この番組は児、はい、玉の財布の色とか俺見たことないもんなえ、出してるの、うん、1個上やねんけどな、児玉。いや、おかしいですよね、うん、なんか一回最近ね、はい、まあ、僕とチョコプラの長田くんがやってる、まあ、YouTube の番組、はいはいはい、チャンネルに来ていただいて、うん、なんかサービスエリアでご飯食べようみたいな時、うん、はいはい、いや、もうその出してよくないですか、児玉さんチャンピオンになったし、はい、向井と長田は後輩やからね、はいはいはい、うん、本当に財布持ってこないんですよ、社内なんでだと思います。悪い癖ついてるな。いや、だけど、うん、やっぱり、うん、その持ってる方が出すんですよ。いや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 そうだよね。いやいや、そう思わないよ。いや、嘘だよ。今までありがとうって、今までさ、おごってもらったりしてたんでしょ、後輩の向かいに。いや、だからマテウス、別に俺より売れなくなったら出しますよ、俺は、うん、マテウスさんとか、マテウスさんがそれは、ね、寂しいな、なんかそれはそれでそん
な娘とか子供いないじゃん、うん、お父さんとかに、うん、はい、私より稼いでなくなったらおごるねとかって言わないじゃん、うん、そうだよ感謝の気持ちでね、そう結局この子も初めての給料で何かちょっとでも返したいっていう気持ちじゃん、うん、だそれと一緒にチャンピオンになって、うん、初めての大きな賞金で何か又吉さんに返したいっていうのと本当同じ、それが心温まるエピソード、うん、すごいリアルな話していい、うん、その同期の、はい、例えばしずるとかライス、うん、しずの池ちゃんとかにすごい今までご飯おごってもらってたから、はい、やっぱり、うん、池ちゃんの方がお金やっぱ持ってますから、うんうん、で僕今回優勝させていただいて、うんうん、まあそれなりにいただいたじゃないですか、今回賞金も、はい、もちろん、はい、うん、であの、おごるようになったんですよ。うん。ここ俺が出すわ、みたいな。そうそうそう。そう、はいはい、これ何回おごればいいの？違う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 。このまま俺がおごり続けたら、ちょっとやらしい話ね。うん、本当に本当にごめんなさい。気持ちやん。気持ちやん。ちゃんと解決したい。気持ちなんだけど、お互いの、何回なのかなと思って。何回とかじゃ、じゃあ今日は俺が出すわとか、あ今日は、なお互いにな、そのタイミング見て、大、う、体、んうん、こう半々になるぐらいのさ、同期やねんから。大体なんて、その今までおごられた回数なんて覚えてないんですよ、そんな、正直。でも少なくともまだ、おごられた回数の1割にも満たない、はい、満たない。早い思うのが。もうちょい、そうなの。なってから、うん、あれ、これいつまでやんのかなはわかるけど。いや、でかいのを1個おごって、ありがとうね、うん、今まで。で、こっからは割り勘。同期だからね。まあ、っていうのはなんか素敵な感じもするんだけど、はいはい、なんかラーメンとか、うんうんうん、まあそうやって、そうだね。それを出してるのよ。うん。いや、その、今のところなんか3回連続ぐらいおごってるんですけど、うん、こいつまで続くのか。いや、その考え持つのがおかしい。でもまあまあ。いやいや、ないんですけど。確かに、うんうん、同期になんか大きいもの買って、でありがとう、うん、でもなんか違う感じもするね。そう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 。まあ、だから別にだから今までのことはまあ置いといてこっからだから半々ぐらいでいいんじゃないの？そうなのかな。うん、うん、だと思うんで。でも池ちゃん的にはあもう終わりだと思ってるのかなみたいな。まあどうかななるかな。この間吉祥寺3人でロケ行った時も、はい、なんか今までありがとうみたいな感じで恩返しで、うん、児玉がその焼肉をご馳走してくれたやん、うんうん、これでもう返しましたよねみたいなこと言ってたもんな。なんなんそのこれで終わりみたいな。でもあれは素敵じゃないですか、うん、3人がお金ない時代に行ってた、はい、マデさんに出していただいてた焼肉屋安い、うんうん、どこ行ってっていうのを僕が出したっていうの、うん、そうあれ嬉しかったよ。いや確かに確かに嬉しかったけど、なんかもうこれで返しましたよねみたいな。そ借金みたいなね。はい、はいはい、ということで、今日のメニュー発表したいと思います。週替わりコーナーは恋バナをするだけの時間、皆さんからいただいた恋にまつわるテーマでトークをします。メッセージテーマは三日坊主になっちゃった、皆さんの三日坊主エピソードを紹介します。その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしています。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。またよし、こだま、向井のあとは寝るだけの時間。さあここから自由に話していくところですが、はい、先週うちの相方の中田さん出て、はいはい、すごい全部聞いてるちょっと聞かせてもらったんですけど、はい、やっぱすごい聞いてて、うん、可愛いというか、おあこんな感じなんだこいつみたいな。可愛かったよな。可愛かったというか、可愛いし、なんかこうほんわかして、はい、面白いし、やっぱそういう印象なのかなと思って、皆さん聞いてる皆さんも、まあまあそういうキャラクターみたいな、うん、でもなんか実際違うじゃないですか。いやもう俺のイヤホンをガンとかやらんといて、その笑うのはいいけどさ、こう耳の楽しいんだから、そんなこと言わないんだよ。楽しい時に俺耳持っていかれてるから、我慢しなさいよ。イヤホンをね、片方につけてるんですけど、その僕の線をね、児玉くんがね、足でガンとこう引っ張って、僕もう耳ごと僕持っていかれてる、首危ないんでね、ちょっともう本当に、うん、いや俺は先輩の立場からしたら、うん、赤羽はそういう可愛げがあるイメージやで、うん、柔らかい、うん、いやでもなんかやっぱり、うん、この間もね、ちょっと大きめの特番みたいに出させていただいて、はい、でやっぱ1月っていうこともあって、うん、これ
お年賀ですって言って、はい、すっごい高級なお弁当を一人一個最後にね、いただいて、いいですね、帰って食べてくださいみたいな、はい、その後僕ら劇場あったんで、うん、劇場行ったんですよ、うんうん、で合間で僕ちょっと横になって寝てたら、うん、赤羽がスタッフさんにね、今まで結構お世話になりましたって言って、これよかったらすぐお弁当さっきいただいてって言って、そうそうそう、あげてて、はい、あ優しいなあいつと思って、うん、じゃあ俺もあげようと思って起きてあげようとしたら、うん、俺の弁当がないんですよ。怖い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 、うそやろ、怖いよ、うん、嘘だ嘘だ、あいつの弁当があいつのバッグの横にあるんです。そんな、俺も自分の弁当は、そんなやつはいないよ。ミスミスミスだよね。いやそれがもうミスじゃないんです。いやそんなやつはいてないよ。今お世話になりましたで渡して自分の分を確保してるのは、まあ、それはもうそんな人が、いや俺も衝撃で、それも化け物ですもん。それ本当ならね、うん、いやだから本当なんです。だからあいつに「えお前さあ俺の弁当」って言った時点で「ごめんごめんすまん」でもなんであげちゃうの、どういう意味なの。いや本当に意味が分かんなくて俺は。でも俺はなんかそれを聞いてもそういうとこ含めてなんか可愛いなと思ってまうけどな、うん、なんか子供っぽいというか、まあ確かにね、褒められたくて、はい、いい感じのことやりたいけど、はい、自分の食欲は抑えることができなかったっていう。いやすごいことじゃないこれでも、うん、いや本当にそれはでも8歳とかのエピソードだったらすっごいいいけど、可愛いよね、すっごい可愛いなって思うけど、うん、44 44のエピソードって思ったらちょっと怖いわ、うん、怖いこの話。化け物だよ。そうやな。マジで。8歳の子が一人一個ずつ、配られるお菓子の自分の分は確保した上で、はい、人のやつを、うん、これいつもありがとうって渡してるとかはな、うん、なんか可愛らしいというか。可愛い。うん。微笑ましいけど。すごいんだ。マジでやってる。どうしたの？それは、いや、それお前が開けたんだから、その弁当俺のだろうとはならへんかった。なって。そうです。ごめんごめんってすぐ謝ってきて。どうしたの？返せよ返せよって言って、まあ俺もあげましたけどスタッフさんに、うん、ああ、うん、なるほど。結局2人とも食べてない、はい、あ一番平和的な結末ね。まあでもなんか不服そうではありましたけどすごいね、人間臭いとこあるんすよね実はね、赤羽さんってね、あ面白いけどな、はい、でもそういう、うん、とこはだから二層構造というかね、うん、先週みたいな赤羽さんももちろん本当の赤羽さんではあるけど、いや本当可愛らしかった、聞いてた感じだよね。もう一個潜った時に、うん、ずる賢さもあるんやずる賢くもないけど、うん、なんて表現していいか分かんない面白いですね。さあじゃあここで一曲、児玉さんのリクエストですが、はい、矢井田ひとみさんの一人ジェンガって、これ、うん、多分矢井田ひとみさんなんかそんな有名じゃないのか、この曲有名、まあベタだね、ダーリン、マイ、んダーリンとかですね、そうですとかはもちろん有名ですけど、なんかありません、有名な人のなんかこの曲なんかあんま有名じゃないの、俺だけなんかめっちゃ好きみたいな、ある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 、それなんですよちょっとぜひ、まあ、失礼ですけどね大前提として、もう一人の化け物無邪気という名の化け物、ゴリラはね二人とも化け物なんですよ実は、だからファンの間ではすごく愛されている曲ですしね、そうですね、そうか、はいはいはいちょっと曲紹介お願いします。バケモンだな俺、はい、矢井田瞳、お送りした曲は矢井田瞳の一人ジェンガでした。又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間、恋バナをするだけの時間、はい、こちら皆さんからいただいた恋にまつわるテーマでトークをするという、うん、はい、1ヶ月の5週目の月曜日がある時だけ開催されるコーナーなんですが、うん、去年の7月以来、はい、半年ぶりみたいな、なんかもうちょいやってる感じあるんですけど、はい、まあ、半年空いているということですが、早速読んでいきたいと思います、はい、愛知県16歳の男性、はい、平たくないきしめんさんからいただきました、うん、皆さんには女子なんて興味ねえしっていう時期ありましたか？あるならいつそういう時期から脱却しましたか？教えてください。
まあ、なんか思春期特有の、うん、いや俺別に女子なんていなくてもっていうノリ。俺ないの。あ、またさありそう。やっぱあった。スポーツですか。うん、いや嘘やねんで。嘘でやけど、はいはい、やっぱ気にはなるけど、うん、恐怖心から、うん、なんていうの、どうせ好かれてへんやろうなみたいなので、うん、自己防衛的に興味ないっていうふりをしてた時期はある。あ、はいはいはい、はい、あった。やっぱあれ、その異性を意識してないやつの方がなんかかっこいいみたいなノリもあるみたいな。そう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 、何やるにも、うん、別にその異性のためにやってないけど、うんうん、たまたまモテちゃってるが一番いいもん、目指すべきところじゃん、うん、でこのゾーンに入る瞬間は多分あるんですよ。あるよな、確かにね、うんうん、でもなんかさすがに無理あるかと思って、はいはいはい、そのなんていうの、実際には好きやったりするから、うん、なのでまあもっとフラットでいいかなって思い出したのはどれぐらいですか。俺もう二十歳超えてからじゃないかな。あ、もっとじゃ25、26じゃない。それまで恥ずかしかったもん、なんかそういうこと言うの。なるほどね、うん。いや、まあそうっすよね、うん、しかも男子校やって、うん、あんまりその思春期の頃に喋る機会が少なかったって、中学校の時もあんまり女の子と喋られへんかったし、うんうんうん、っていうのもあると思う、うんうん、いやこれはだ、いや、うん、俺38ですけど、うん、今なおないかって言われたら俺もうないとは言い切れない。あ、うん、正直ね。あ、そうか、そうだね、うん、それわかる。そうでしょ、うん、なんかカッコつけてもうないみたいな感じに二人してるけど、いや俺はそんなわけないと思ってんだ。ああ、そういうことね。うん、どういうこと。いや俺向井はなんかそういう、うん、なんか少年っぽさじゃないけど、うん、なんか俺だけあるみたいにしようとしてる、うん、思春期っぽいところがね、向井。え、ちょっと待って、何なんか、せこくない、なんか、二人のポジション、今。なんか、ずるいとこから喋ってない、うん、向井はそういうとこ、まだあるよな。いや、違う、うん。みんなあるでしょ。なんか、それこそ番組で共演した、うん、タレントさんとかにも、うん、じゃ、なん、別に、そしたら心とか、うん、付き合いたいとかないよ、うんうん。ないよっていうことを過剰に出しちゃうことって、この延長でしょ。ああ、そうですな。これは。そうでしょ？それはあるね。これは、一生あるよ。いや、俺もだから、この子もしかしたら今、16歳で、これいつなくなんだよって思ってると思うけど、うん、ゼロにはならないと思ってる。そういうことね。そりゃそうやわ。うんうん。それなくならへん。いや、それこそ本当にこの間お休みさせていただいてドラマ出て、はい、待ち時間とかに、はい、ちょっと主演の。はいはい。こうとかと、はい、こうちょっと喋る時間とかになって、うん、街で、うん、バクバクだったもん、ね、普通に、まあ、意識普通にしてましたけど、なんかいつも通りやってますよっていう雰囲気出したけど、うん、俺あんまドラマわかんない初めてなんですけどみたいな。で別に小田山さんも結婚してるし、そう付き合いたいとかそういうことじゃないけど、なんかそれいいとは思ってもらいたいじゃん。で普通にコミュニケーションをこう平常心で取れないっていうのあるよな。そう取れないから、うん、だからそういう風にしてしまうってことやろ。そうあるな。確かにね。じゃこれはいいね。これはなくならないです。あってもいいでいいね。うん、あってもいいです。ありがとう。タイトルもよるし。すっごい恥ずかしく終わるとこだった。危なかった。今危ない。ちょっと聞き直したいな、最初の俺と又吉さん。もう卒業したみたいな感じで。やってたよね。そうやん。いや、よくない。なってた。で、俺が言い出してからもうしばらく粘ってた。俺だけに仕事してたもん。一瞬粘ったね。ちょっと気をつけるわ。気をつけて。うん、なんか俺生きってるかもしれない。嫌だな、このコーナー。次行きますね。はい、埼玉県すみっこでウーロン茶さん、うん、皆さんは友達関係から恋愛対象になったことはありますか？女友達と恋バナをしていた時にこの話題になったのですが、私はあり。
友達はなしと真っ二つに分かれました、関わっていくうちに良さを知っていき、いつの間にか好きになることもあるというのが私なのですが、友達は最初から恋愛対象か友達かというのがはっきりしてしまうようで、友達のジャッジを下したらそれは覆らないようです。友達関係から好きになったもしくはお付き合いした経験はありますか？それはあるよ。あるよ。あ、そうですか。ある。なんか昔からね、やっぱこの議題はすごくこう話されてはいますけど、うんうん、それは全然ある。あるよな。あるの、まかに出さくないよ。大丈夫。素直に言えてるよね。怯えないで。自分の答えに怯えるのはやめよう。いい、全然いいんだよ。あるならあるでいいし。 あるよな。ある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 よ。合わせなくていいか。あるんすね、二人は。ある。ある。あ、まあそうか、あったかな。なんだよお前。変化してんの。俺はないかもしれない。そう、かっこよくねえ。むしろそれ以外が難しいかも。ああ、最初から恋愛対象みたいなことの方が難しい、うんうん。ああ、でもまあ、だから、勝手に好きになるってあるじゃないですか。いわゆる片思いみたいな、うん。そういうのでうまくいったことって多分ないもん。ええー。片思いは片思いのまま、ダメでしたっていうのが大体やし。それはそうよ。はいはいはい。で、友達になれたら、そこで初めて喋れるわけやから。ああ。いや、俺はね、結構片思いが叶っちゃってるんですよね。ほんまか。ほんまか。急に片思いが結構叶っちゃうタイプなんで。それ片思いってお前ちょっと思ってんだろ、もうマジな話。片思いじゃなくてちょっと 両思いだなみたいなね。うん。それで俺が好きになってってことでしょ。うん。そう。でも向こうの好きをちょっと感じ取ってで、こっちから好きになってんちゃうの。なんか、はい、そうです。セコいよ。めっちゃセコいよ。ちょっとこれやめない、このコーナー。なんか、だるいとこ全部剥がされて。セコいよ。何このコーナー。小玉のドラマ出演決まってたのに、ドラマ出ることが今年木曜すねと一緒やで、それ。それ入れてない。やり口。そう、すみません、そっか。ごめんなさい。うん、ある。友達はあると思いますけどね、僕は。うん、そうですね。続いて。愛知県の情け者さん、うん。付き合うなら、性格が似ている人か、性格が正反対の人、どちらを選びますか、という。これむずいな、答え出てない。まあね、うん、自分の正反対ってどういう人かよくわかんないですよね。うん、まあそうか、それもなんか例えばせっかちとかだったらのんびりとか、うん、俺の正反対は小玉さんの正反対は賢いとか賢い暴力的じゃないとか小食そうそうそうなんだよその人、何その人力持ちじゃないとかねこれでも確かに難しいですね。なんか自分にこの人合ってるだろうなって、この性格が自分に合ってるだろうなって、うん、今まで思ってきたなんとなくあるんですよ、自分の中で、うんうんうん。でも38歳になった今現在、うん、会ってなかったってことじゃないですか。その方とお別れしてきたし、そうやな、今現在いないっていうことは、うん、その会ってこなかったんだろうなと思うんですよ、自分の感覚が、うんうん。じゃあなんかあんま考えないようにしようっていうのがここ最近です。そうやな、なんか自分の間違ってるだろうなって、うんうんうん。だからそれぞれにメリットとデメリットがあると思うんですよ、うんうんうん。で似てると話合うし、はい、感覚合うから答え合わせになるけど、二、うん、人とも落ち込んだ時とか二人ともうまくいかんかった時同じ判断するから、うん、ドツボにはまることもあるし、はい、その逆でいい時は両方めっちゃいい時もあるし、そうですね、で違ったらそういう時に事前に違うんじゃないかっていうふうに言ってくれるから助かるみたいな、うん、あ、そうですね、うん。芸人でもあるもんな、なんか似た者同士で組んでるコンビって羨ましいやん、はい、うん、2人でなんかアホなことを追求してて、うんうん、だけど、うん、なんか似た者同士じゃないからこそ受けるとかもあるやん、はいはいはい、だそこはそれぞれで正解の形があるもんな。そうですね、うん、正反対のコンビのかっこよさもあるもん、あるあるあるねって分かりますもんね、うんうん、あ、めっちゃ大人っぽかったんちゃう俺、うん、いい今のその答えの出し方、うん、
俺ら恋バナ好きなんですね。なんか毎回盛り上がります。結局盛り上がってるっていうところはある。うん、なんか、うん、笑ってるみんな。この話してるときなんか、うん、みんな笑ってるわ。なんとなくね。ちょっとまた、はい、5週目が現れたときに、はい、はい、このコーナーやります。以上、恋バナをするだけの時間でした。ここから皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマは三日坊主になっちゃったです。こちら愛知県萌えママさんからいただきました。私の三日坊主はお付き合いです。うん、学生時代にエンタの神様で畑ヨークさんのギター侍がブレイクしている頃、部活の先輩と付き合うことになりました。うん、しかしその先輩がたまたまギター侍をみんなの前で披露して大受け、調子に乗ってギター侍を真似すればするほどだんだんギター侍にしか見えてこなくなり、かっこいいと思っていたはずの先輩がキスをする時もギター侍にされているようで耐えきれずに3日目に別れてほしいと言いました。初カレーは残念に終わりましたが、今でも鳩行さんは大好きです。なるほどね。カエル化現象的なことなんですかこれは。まあだね、侍化現象。分かるな。うん、でもその先輩もなんか可愛らしいな。受けるからだから全力でその、まあ、やるわけですよ。やりまくってたわけもんな。うん、それで振られたんや。してだんだんなんか本当にギター侍に見えてきて。ってことは木村拓哉さんモノマネがめっちゃうまかったら、うん、そういう風に見えてくるってことなのかな。そうかもな。あー、そのたまたまギター侍だったから、うん、それがね、うん、なるほどね。じゃあ続いて、はいはい、東京都のマナスケさん。私は大学時代教育学部に在籍していて、4年生の時教員採用試験を受けることにしました。うん、試験に備えて私は願掛けをしようと思い立ち、当時通っていた行きつけの飲み屋に行くことを、やめる禁酒を願掛けにしました。うん、採用試験合格までの禁酒を目標にしたのですが、なぜか禁酒後の1週間目あたりから原因不明の腹痛に襲われるようになりました。あらら。腹痛は食事を取ると必ず発症し、次第に牛乳などの液体した体が受け付けなくなりました。うんうん、私は無理な禁止が原因ではと思い、行きつけの飲み屋に行き思い切りお酒を飲みました。うん、するとあれだけ私を苦しめた腹痛は解消、よって私の禁止は三日坊主に終わりました。うん、ちなみにその後受験者教員採用試験は幸運にも合格しました。おー、よかった。でもなんか又吉さんもたまに言う時ありません、もうお酒飲まないみたいな。ああ、もうちょっと控えるみたいな。ちょっと控えるみたいな。はい。それちゃんとやってます。いや、やってないよ。いや、自然だな。違う。やっぱその締め切りが多い時とかは、はいはい、どうしても減るから自然に。ああ。うんうん、うん、で完全にやめようって思ったことはないってことですか。ないねんけど、仕事のそのなんていうのリズムに合わせて、うん、そのもうずっと飲んでるっていうことは。ないから、それで調節はできると思うけどね。うん、自然に飲めない日っていうのが存在するから。うーん、だから今日これでも仕事が終わりっていうのが俺の場合ないから。そうか。作らなきゃいけないものはもう常に何個かあるわけですもんね。そう。ああ、それは大変ですね。確かにね。なんだろうね。精神的なもんだったのっていうことなんですかね。そこがやっぱ負担になってたというか。無理にやめん方がいいってことなんかもしれないね。じゃあ続いてこちら福岡県猿も木から降りるさん。数年前実家の引っ越しのため私が使っていた部屋の断捨離をしていた時のこと、はい、片付けていると見覚えのあるノートがたくさん出てきました。開いてみると全て初めの1ページに、うん、今日の出来事と日記を始めることへの思いが書かれていて次のページ以降は全て白紙。自分のモチベーションを上げるために選んだノート、次こそは続けようとあえて使い始めたお気に入りのノート、私の歴史を記そうとした3年日記帳など、それらの見覚えのあるノートを開くたびに自分の三日坊主を突きつけられ、悔しいやら空白のページの虚しいやらで涙が溢れてきました。家族からは何泣いてるの、それがなるまるちゃんよと言われ、泣いている自分も含めて妙に納得してしまいました。まあ、日記はまあなあるあるでしょうね。はい、続かない。日記ってやっぱ自分がこうあんまうまくいってない時やり始めるんですかね。とかまあ新しい年とか、今年僕、まあ、ノートはもともとつけてるんですけど、うん、その日々の、はい、あ、初めての日記を買って、本当一日一日の、うん、で思ったことと
で1日1個コンテンツエンタメを見るみたいな目標を立ててるんで、うん、その見たものと、うん、見た感想、うん、みたいなのをつけようと思って、うん、もう2日目でやめてやりましたけど、ね、やめてやった、やめてやりました確かにそうやな。いや書くっていうのはなかなかね、なんか別に普通のノートは書けるんですけど、うん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 、日記ってなるとやっぱなんかちゃんと書かなあかんみたいなも思うしな。あ、うん、確かに何かありますよねそうですね、続いてこちら、小松菜さん、青森県の方。小学生の頃朝マラソンをしている運動大好き一家の友達がいました。その子の真似をして私も朝マラソンに挑戦しましたが、朝起きれなくて2日ぐらいでやめてしまいました。その時父に根性のないやつだとめちゃくちゃ叱られて呆れられました。自分は根性がないという刷り込みになったような気がします。負の思い出です。とうん、朝マラソンは続かないよ。なんかでも学生時代、まあ、マテウスはサッカーちゃんとやってるから、そうね、朝練とかありましたよね、はい、朝練も自主的にやってたし、夜練も一人でやってたもん。毎日7キロ走ってた。くわ、でもそれはサッカーにめっちゃつながるじゃないですか、体力作り。そうやな、うん、今朝マラソン関係ないじゃないですか俺ら、はいはい、できないね。それはできないよな、やっぱりやった方が絶対いいんだろうね。うん、分かってるけどね、うん、友達同士ででもやろうぜっていう期間なかったですか、うん、ある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 。なんか俺らは別に全然そんな真剣にサッカーやってる集団じゃないのに、うん、ちょっと朝練みんなでやろうぜとかっていう時期はあったけど、うん、やっぱ絶対来なくなるからそうそう、誰かが来なくなるのよ。で夜練やってる時に、うん、なんかみんな俺もやろうかなっつって一時的に来てくれんねんけど、うんうん、しばらくしたらみんなやっぱやめていくね。そうですよね。うん。続かない、なかなか。じゃあもう、やんなくていいことなんじゃない？もうやってる人なんていないんじゃない？この朝マラソンとか朝練を最後まで。いるって、日課にしてる人絶対いる。仕事前に、ちょっと走ってからとか。いる？いるいるいる。だ毎日やってた時は、その中学校とかの時ない？全然しんどくないもん。あ、やらないと気持ち悪い。ああ、もうそこまで行っちゃうとそうなのか。うん、でも今は、もう、それを歩こうとしてもしんどいわけやんか。そうですね。その差が大きいよな。確かに、ね。で、やれてる人はもうずっと続けられるんじゃないですか。そうですね。すごい、うん、すごいなと思いましたね。それ続けられる人。そうやな。ラストこちら、東京都72歳の、ヒューの坂道さん、ね、はい、とにかく若い頃の私は何でも手を出すのに、文字通り三日坊主でした。ヨガ、英会話教室、空手、ハングライダー、催眠教室、ジョギングなどなど。しかしそんな私は日記だけは46年間毎日欠かさず続けて。すごい、すごい、向いてるんだ。ここまでやったら面白いっすね、うん、46年前の日記なんか、うわー、読んじゃうね。面白いでしょうね。何冊になんねやろうな。確かにね。いや、これは、だこれだけ続けられたら面白い。だ分かって、面白いものになると分かってるじゃないですか。分かってる。何年後かに、なんかトークライブで喋れたりでも分かってるけど、できないんですよ、これはね。一年だけやってみようかな。日記？うん。絶対やらないって。やらないか。書くっていうのはあれなんか、動画とかじゃダメなんですかね。あ、動画でもいいんじゃない？ああ。それは楽じゃん。はい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 。喋って。うん、喋って終わり。やる？気持ち悪くて絶対にいやー、それなかなか続けるとやっぱ難しいという、うんうん、皆さんメッセージありがとうございました。はい、ということでお別れの時間です。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して又吉このまま向井のあとは寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。はい、次回の放送は2月5日午後9時5分から。週替わりコーナーは自立愛好を考えようです。お題は試験面接、はい、まあ受験シーズンであるということですよね。はい、はいはい。そしてメッセージテーマは2月5日が笑顔の日、うん、ということなんで、最近笑顔になったこと、クスッとしたことを送っていただきたいと思います。はい、まあ、ニコってことですね。ニコってことか。大爆笑じゃなくて大爆笑だね。あ、クスがや。はいはい。あ、まあでも笑顔になったことだから、うん、まあ、大爆笑でも
いい、まあ、大爆笑でもいいんやろね、うんうん、まあ、何でもいいんですかね笑顔のね、笑顔になったということを送っていただきたいと思います、うん、いや今日のさ、はい、オープニングの俺やっぱベストのタイミングやったと思うねんな。いやこれはね俺もだから感覚で気持ちやるって思ったからちょっと早いなと思った思ったからっていう気持ちで突っ込んではいるけど、うん、自信はない。正直聞き返してみた時に、うん、別に普通じゃんって思うかもしれない。これは分かんない。こだまとしてはカレ、俺はちょいガレ、ちょいガレてんなで、うん、違和感をね。俺はそれがやっぱだからなんだったら、あ、はい、一発目の又吉もう俺なんか早いと思っちゃったその時あ一発目又吉この向かいの後は寝るだけの時間の又吉から、うん、早ってまず思った、うん、でコンバーピース又吉ですも早って思った、うん、あでも本当これは俺らにしか分かんないことかもしれないね。でも染みついてる。なんかその日の湿度とかに合わせて言うタイミング変えたりもしてるから偉そうに偉そうに偉そうに湿度とか気温とかテーマとかによってんな、うん、なんかタイミング変えたりは してるからさ毎回湿度、うん、今日ちょっとカラッとしてんのやっぱそう天気空気が、うん、だ毎日同じものをやろうとしたら、うん、毎日少しずつ変化させな同じものにはならへんからね。いや空気乾燥してるから喉ガラッとなっただけですということであったねるだけの時間お相手はピース又吉とサルゴリラ小田山とパンサー向かいでした。早かったさよなら。さよなら。すいませんでした